大谷ネットの平林昇です。今回はですね、ビジョンっていうことでですね、お話をさせていただきたいと思います。このビジョンっていうのはですね、この経営をするですね、一番こうある意味こう中核になるこの考え方ってことになるかと思うんですね。世の中をこう自分の業界をですね、どのようにこう見通してですね、こう市場とですね、どのようにこうマッチングさせていくか、その方向っていうものをですね、しっかりこう見定めるっていうのがこのビジョンってことですね。あなたのこのアパート経営のビジョンは一体どこにありますかってことになるかと思うんですね。で、実際こう一般ユーザーの人ですね、借り手側がどんどん減ってくる、いわゆる今度は貸し手側は、どんどんっていうんですかね、新しくこうまだまだこうアパートがこう建てられている。これはどう考えてもですね、経営としてこう成り立つこう仕組みになってるわけじゃないですね。で、このアパート業界ってこう言われてるわけなんですけど、実際この実態って本当にあるかってことなんですね。例えばこの農業とかですね、でしたらこう減反とかですね、減反政策とかですね、いわゆるこのどこまで植えていいかとかですね、あるいはこう田舎の風景なんか見ていただくとわかるかと思うんですが、こう一枚の田んぼにですね、半分だけこう稲が植わってるってことあるわけなんですね。これはもうまさしくこう減反政策のこう一環なんですね。で、業界としてですね、いわゆるこれ以上作っちゃいけないっていうこういう一つのこういういわゆるこう取り決めをするわけなんですね。で、これがまあ業界のやってることなんですね。あるいはまあ今あんまりこう表に出てこないんですけど、例えばこの紡績とかですね、こう繊維の業界ですね、実際このラインを止めるっていう話じゃなくてですね、ラインをこう壊しちゃうっていうですね、で、絶対量をこう生産量も根本的にも減らすっていうことを実際ですね、業界のいわゆる内部でこうやっているわけなんですね。それでこう適正規模っていうものをこう維持してですね、いわゆるこの商売の環境っていうものをこう否定的な見方かもしれないですけど、維持するってことにおいてはそういうことをこうしてきたわけなんですね。で、このアパート業界を見た時にですね、ある意味ではこの業界がこうまとまってるわけじゃないですね。こう点でバラバラですね、やりたい放題っていうか、自分のいわゆるこの利益になるような形でこう動いていく。だけど、そのいわゆる責任っていうことにおいては、もう全部こう大家さんのところに行くようなこう仕組みっていうのが実際こう、アパート賃貸業っていうんですかね、のこう実態かと思うんですね。ですから、この責任だけはこう大家さんに、いわゆるそのなんていうんですかね、この運営だけは、逆に言うと責任のない運営だけは第三者にっていうような形をこう取ってるわけなんですね。これが今のこのアパート業界のこう実態っていうことかと思うんですね。そうするとですね、やっぱりこうアパート経営の主体者は一体誰かって言ったらですね、これ大家さんなんですね。家主なんですね。で、大家さんがですね、このいわゆる事業っていうものをどういうふうに捉えてですね、市場っていうものをどう見てですね、あるいは時間がこう経過した時に一体どうなっていくっていうことを想定してですね、どういうその自分のこのいわゆる経営の方式っていうものがいいかっていう、その辺のことを打ち出すっていうのがですね、このアパート業界っていうより、アパート業のですね、一番のこう今やらなきゃいけないことかと思うんですね。で、どん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 とですね、縮小に入ってるわけなんですね。で、その中でですね、自分のいわゆる所有されてるですね、このアパートの経営ってことにおいてはですね、誰が責任を負うかって言ったら、もう全くですね、この経営責任そのものっていうのはこの大家さんにあるわけなんですね。で、この経営っていうのはもうあるこの小規模になればなるほどですね、販売がこう経営ってことなんですね。販売力なくして経営者としてこうありえないってことなんですね。その部分をいわゆるこの外注してるってことは、もう実際こう武器を持たずにですね、こう戦争してるようなもんですね。ですから、ここのところをですね、いった経営者がですね、いわゆる
自分たちの仕事の一体ビジョンってものを示せって言われた時に、一番こう、なんていうんですかね、おかしいな、自分たちでこういうふうにしていかなきゃいけないなっていうところが、まさしくこれビジョンなんですね。で、このビジョンさえしっかり収まればですね、世の中はですね、ある意味ではその、いわゆるローコスト経営の方向にこう流れてるわけなんですね。どの業種もですね。で、その業種に準じた一つの経営方式を取ればですね、少なくとも自分のキャパを埋める、いわゆるそういう一つのその経営っていうものがこう成り立つってことかと思うんですね。ですから、まあこの経営に乗り遅れればですね、ある意味ではこの自然淘汰っていうことになるかと思うんですね。その自然淘汰も実際このこう負債を負うようなですね、そういうこう結末を見るようなこう状況ってことが今続いているかと思うんですね。ですからその、まあ経営者としてのですね、一番のこういう経営ってものを考えたときにですね、5年、10年、30年経ったら一体どうなってるか、その時にですね、今一体何をしとけばいいかっていうですね、それがまさしくビジョンなんですね。で、そのビジョンに沿った、いわゆるやり方っていうのが、いわゆるこの、まあ、戦略ってことになるかと思うんですね。あるいは、それをこう、実質的にこう、どうすればいいかっていうのは、こう、計画ってことかと思うんですね。ですけど、その今の現行の体制で計画を立ったって、こう、世の中に、あるいは時間に干されるだけっていう状況かと思うんですね。ですけど、今の現行の体制ではない未来志向の体制は一体何かっていうことを示せっていうのがですね、まあ、ビジョンっていうことになるかと思うんです。ぜひですね、この、いわゆるアパート業のですね、賃貸業のですね、いわゆるビジョンっていうものが一体どこにどういうふうに定まっていくかっていうですね、その辺をですね、まあ、アパート大家さん、こう、まあ、考えてみたらどうかっていう、そういう話なんですね。